おばさん、何を食べてるのかしら。チーズだ。おばさん、チーズを食べてる。そうよ。お店のチーズはね、一つも売り物じゃないの。全部私のおやつなのよ。おい、オリバー、もたもたしとったらこの晩全部食べてしまうよるで。ひとかけらでもええから分けてもらうんや。うん。おばさん、お願い。僕にもこのチーズちょうだい。いくらオリバーの頼みでもこれだけはダメよ。ちょっとだけちょっとだけでいいから。何しとんねん、もっといかんかい。絶対絶対ダメなの。立ちなよ。
うわ、あれが女王様。多分女王様がこんな姿になってるのもジャボーの仕業やろな。お、何かいい匂いがしないかい、クラン。クラン、どこだい。はい、ここにおります。女王様、この者たちが新しい食べ物を運んでくれました。ほら、かわいい坊やだ。こと、さあ、それをこっちに持ってきておくれ。さあ。僕が持っていくの。早く、じゃ、早く持ってきておくれ。よいしょ。早く。やっぱりチーチーは最高よね。それでもうないの？え？もっと、もっとちょうだい。女王様、このまま食べ続けたら体がパンクしてしまいますよ。クラン、私は食べたいの。そう言われましても、私は女王様のお体を考えて。どうやら女王様も抜け殻人やな。え？でも、そんな感じせえへんけどな。失った心のかけらの種類によってはこういう分かりにくい場合もあんねん。女王様の失ってるものは我慢の心や。我慢。せや、そいつを失ったせいで食べることへの抑制が効かんようになっとる。女王様に頼み事をするには抜け殻人の状態から救ってやらなあかんみたいな。分かった。じゃあ我慢のかけらを探すんだね。お、オリバー君、だいぶ分かってきたようやね。じゃあ行こう、オリバー。女王様をよろしくお願いします。Thank you.
心もすっきりした気分だわね。一体どうしたのかしら。女王様の心の病をこの者たちが治して、これでもう。あら、そう。あ、そうね。女王様。確かにそうね。はい、女王様。あら、船を貸してほしいんです。船。ああ、いいわ。ビッキーニの管理人に力になってくれるようお手紙を書いてあげるわね。本当ですか。ありがとうございます。おほ、儲けたな。でもあなたのような坊やが海に出て一体どこに行こうというの。はい、ありがとうございます。それで、ああ、話したれ。うん、僕たちは賢者様を。賢者様。あら、はい。それで賢者様に力を借り。な、何。え、その澄んだ瞳は本気だわね。本当ですか。このせ、母さん。うん。でも、え、お、もう一人の賢者様は私の嫌いな軍隊の国防具帝国に。そう、クラン。なんやこの番。これが。俺はかん。お役に。